はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。ブレイブリーセカンド、では前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず進んでいったらサンダー食らって死にそうになったところでおめおめと逃げ帰ったところですね。イデアをとりあえずウィザードにしました。で、とりあえずユーも、アビリティで精霊魔法をつけてあるんで、2人とも魔法は使える感じですね。で、精霊魔法の方もブレイジング、アイシクル、ライトニングと、3つ揃えたんで、じゃあまた進んでいきたいと思います。こっちですね。とりあえず今のところは魔法の方が全然強いですね。敵のブレイブアタックかよ、よりによって。こっちもブレイブしよう。ライトニングブレイブ、マジックパワーがちょっと気になるけど、くらえくらえ、余裕。そろそろイデアがレベルアップしそうだな。ここがイベントのところですね。びっくりマークがついてる。雪道を歩くのってこんなにも疲れるもんなんですね。あれは村ですかね。そうね、敵地へ乗り込む前にあそこで一休みかな。さっき町出たばっかりなんだけど、町と町の間が、どっち村これ洞窟じゃないだって。お、ブレイブアタック。精霊魔法、ライトニング。違う。ブレイブ使って、ライトニング。ブレイブ使って、ライトニング。敵の素早さの方があるな。で、終わりだ。レベルアップ。お、バックラー持ってる。あいつの盾はバックラーなのか。あれ?見えないけど洞窟には行けないのか。この雲みたいなの霧なんだかよくわかんないけど、ちょっと見づらい。あー、敵の先制攻撃毒リンゴンって。こいつら炎に弱そうだから、ブレイブ使ってブレイジング。こいつちょっとマジックパワーかなー。食らう、食らえ。魔法強いっすね、やっぱり。エーテルが確か1個しか持ってないからな。マジックパワー尽きると、あ、ここ墓場がいっぱいある町じゃん、もしや。町っていうか村っていうか、墓標の村。ここは本当の名前は知らないけど、墓標の村って呼ばれてる場所。ずっと昔、疫病で村が滅んでからは住む人もほとんどいない村。あの世界疫病に襲われた。そう。そして私の両親の生まれ故郷。そうだったんですか。なんかごめんなさい。あ、ごめん。私もまだ生まれてなかったし、気にしないで。それより見て、ユー、綺麗な花。どれ?ああ、あれはマグノリアですね。エタルニアのような寒冷地でよく見られる花で、雪を割って咲くと言われています。着付け薬としての効能があるとも言われているんですよ。へえ、ユーは博識だね。でもこの時期に花が咲くなんて珍しいですね。星が降るなり季節外れのマグノリアと言われるほど咲く季節が決まっているのに。星が降ってくるんじゃないの？まさか。そんじゃな、お墓の前で休むのもなんだから村の外れまで行こう。わかりました。それにしても今夜はひときわ月が明るいや。
月とかあるんですね普通に。テントと同じじゃん。なんだ今の音。欲しい。起きてくださいイデアさん、今何かすごい音が。イデアさん、あの轟音で起きないだなんて。仕方ない、俺一人で見てこよう。こいつ鎧着たまま寝てんのか。あれ、セーブの人がいる。いや頑張ってるね。セーブしとくか。右側ですね。道しるべがあるからだいぶ助かるな。おお、本当になんか起こってきてる。なんだろうこれ。飛空艇かな。見たことない機体だけど。おお、なんだなんだ。あの、大丈夫ですか。よかった、生きてる。気を失ってるだけみたいだ。着付けに使えるものはなかったかな。え、自分で探しに行くの。なんかある、調べる。エーテルを手に入れた。マジか、怒ってんのか。おお、ここに。宝の宝庫だって言っても2つしかない。じゃあ着付けに使えるというマグノリアを取りに行きましょう。これか。さあ蘇れ。マグノリアの香りには着付けの効果があったはず。普通に英語だし。え、今なんて言葉がわからないのかな。ごめんなさい、大丈夫、わかるわ。まだ頭がクラクラするわね。ほら、この花を使うといいよ。え、この花は。あ、マグノリアって言うんだよ。ほら、まだクラクラするようなら、この花の匂いを嗅いだらいいよ。私にくれるの？初対面なのに？もちろん、君のために取ってきたんだから。泣いてるの？どうして？ No, it's nothing, really. ありがとう。この花、大切にするわね。そんなに感謝されるとこっちが恐縮しちゃうな。ところで君の名前は。私、そう、私はマグノリア、マグノリアアーチよ。マグノリアか。その花と同じ名前だね。ええ、偶然ね。そうだ、近くに仲間がいるんだ、紹介するよ。てかこの宇宙船みたいなやつ気になんないのかよ。あ、イデアさん、起きたんですか。うん、ケーキ食べ放題だったんだけど時間切れでね。甘い夢ですね。うん、でもまだ夢の中みたいね。見たこともない。夢じゃないですよ。そう、やっぱり残念。で、あれ、その子は。実はですね。この子が空から降ってきたって。そうなんですよ。それで、
君はどこから来たの？どこから来たのかって、それはあの月からやってきたの。月？冗談でしょ。ううん、本当よ。月は私の故郷なの。でもね、ある日私の故郷は滅ぼされてしまった。私はね、その仇を討つためにルクセンダルクに来たのよ。仇？その仇が、そう、あの中にいるみたいなの。え、浮遊城の中に？ちょうど俺たちも浮遊城に向かってるんだ。俺たちの敵と、そして助けなきゃならない人があの中にいるんだよ。グッグレイビー。だったら私も連れてってくれない？え、君を？目的地が同じなら一緒に行動した方がいいでしょ。それにほら、私はあなたから花を受け取ったわけだし、こう見えても私腕は立つのよ。どうしようか、ユウ。皇帝の手先ってわけでもなさそうだし、仲間は多いほどいいですしね。確かに。それじゃあ改めて自己紹介だね。私はイデアリー。俺はユウ・ゼネオルシア。よろしく、マグノリア。あ、もう一人紹介しておくね。話は聞かせてもらいました。ワディのワール、この女の子は？アニエ様って言うんだよ。さっき言った俺たちが助けようとしてる人さ。はじめまして、アニエス。マグノリア・アーチよ。マグノリア、あなたもユウたちと共に戦ってくれるのですね。ユウやイデアのことをよろしくお願いします。ええ、ユウのことなら任せておいて。ユウにイデア、それにアニエス、こちらこそよろしくね。女ばっかりだな。さあ、そろそろ夜が明けるわ。少し休んだら出発しましょう。総司令部への抜け道ですね。そう、ちょっと寒いとこだけどね。寒い？私はそんなの全然平気よ。頼もしいわね。任せておいて。もうこいつ普通に仲間になるのか。そうすると3人目。おお、マグノリアがパーティーに加わりました。月面基地を覗いてみよう。はんはんはん、なんだか俺ワクワクしてきたぞ。なんだそりゃ。これか。月面基地を復興しよう。マグノリアの故郷が危機的状況だ。月面基地の復興が進めば、ユウたちの冒険の助けとなる様々な要素が解放されていくぞ。施設を建てよう。なるほどなるほど。人口を増やそう。すれ違い通信で一人とすれ違えば基地の人口が一人増えるのだ。どんどん人口を増やそう。早速スタートだ。どういうこと？コペルニクス大橋。60分。一人しかいないし。60分かかるってことか。これは？あ、これは元に戻る画面か。ああ、これすれ違いやりますってやつね。ん？何がオンオフなんだこれ。ああ、マップのあれか。まあ、とりあえず、ちょいちょい進めていきますか。墓標の村はとりあえずこれで終了かな。じゃあ、ちょっと抜け道を目指して。マグノリアが、ジョブ何になってんだ？すっぴんか、やっぱり。すっぴんだ。どうしようかな。ウィザードにするか。すっぴんでいくか。装備を見ましょう。ああ、槍持ってますね。バックラー上げて、巡礼者の帽子を上げて、手袋。じゃあ、こいつはすっぴんでいきますか。
これでさっきの抜け道へ行けるのか。洞窟っぽいところ、氷結洞。砂時計。砂時計？これは私たち月の民に伝わる秘宝よ。時間のエネルギーを少しずつ蓄積するの。その力を解放すれば、ほんの短い間だけど時間を止めることができるわ。時間を止める？初めて聞いたよ。そんなすごいアイテムなんだ、これって。バトル中にスタートボタンだからね。みんなもうまく使ってね。スタートボタンか。ブレイブリーセカンドとは、もうターンを無視して攻撃ができる特別な時間。ザ・ワールドですね。お、クリティカルが 100%。 ブレイブリーセカンド中の構造時には SP を消耗する。SP1 消費する。ほんほんほん。SP の前借り。とりあえずここぞって時かな、そうすると、やっぱり。ゲームプレイ中やスリープ中に砂時計に時間が溜まっていく。8時間で SP が1増える。結構時間かかんだ、これ。あ、最大3か。1日で最高まで溜まるって感じか、そうすると。SP をもっと使いたい？ SP ドリンク。使うと SP が3増えるぞ。有料アイテムです。購入時にはゲーム内のお金ではなく実際のお金を消費しますのでご注意ください。課金アイテムだな。とうとう課金に走ったか、このゲームも。魔物の匂いがプンプンするっていう割にはあんま出ないんだけど。ここは氷結だから、まあ、とりあえず炎の魔法を使って、こいつもちょっと炎をつければよかったな。リフレク、マジでやばいやばいやばい。もうマジハメゲーだよこれ。見て。もう戦うしかない。リフレクっていつまで効果続くんだ。まだ魔法反射になってるな、フロスティ。あ、もう治ってるか。あ、魔法反射になってるわ。ケアルも使ってくんのか。くらい。お、そこそこの経験値を持ってるようになったな。ポーション。レベル5からレベル9、推奨レベル。これレベル5とかだった気がする。566。どうして主人公はいつも弱いんだ。味方のブレイブアタック。こいつリフレクかけてくるやつだよな。ブレイブ使って。くらえ、くらえ。スリプル。収束区レベル1。こいつ普通にエーテル落とすな。結構ガンガン魔法使っていけそうだな、そうすると。宝箱、目薬いらない。もう1ターンで型をつける。
で112。魔法防御が若干弱えな。ヒットポイントの半分くらい持ってかれるんだけど。そしてポーションでしか回復手段がない。アニエスがなんか下で言ってたけど、よく分かんなかったな。上に行きましょう。リピート。くらえ。ラウンドシールド。マグノリアが普通のバックラーだった気がするんで、よし。なんか言ってんな。氷結道には魔物の気配。回復手段は用意しましたか？ポーションしかないけどね。結構広い洞窟だな。うん、余裕余裕。よし、レベル6。ちょっと右を探索してみましょう。あ、なんか怒ってる。毒消しかー。ところで、総司令部ってところには敵も相当いるのよね。ひょっとしたら皇帝とかいうやつもいるかもしれない。大丈夫かしら？確かにそうだけど、だからこそ頑張らなくちゃ。死ぬ気で頑張ればきっとできないことはないさ。ティズさんを蘇らせるのも、アニエス様を救い出すのも、皇帝を倒すのも。死ぬ気で頑張ればできないことはない。いや、普通に死ぬだろ。そう、とにかく頑張って必ずリベンジする。頑張リベンジだよ。頑張リベンジ。ルクセンダルク語と月の言葉のミックスね。月の言葉って英語なの？そうなの。ええ、その言葉気に入ったわ。気に入ってもらえ。テントイベント。おお、全開できる。どういうこと？あー、宿泊料取られんのね。なるほどなるほど。よし、このままリフェク。あれ、こっちに魔法反射になってるし、やばい、倒せない。これで倒せないと危ねえ。ダウジング。ダウジングってフロアにあと宝箱は何個あるよってやつじゃなかったっけ？どうやってつけんだ。サポータビリティか。ダウジングつけましょう。未取得の宝箱の数がわかる。オッケーオッケー。あと3個。宝箱は回収していきたいですからね。おー、なんか強そうなのがちょっと出てきた。しかも敵のブレイブアタックだし。見てー、ちょっと強さがよくわかんないうちに倒しちゃったな。半分こ。なんかもう少しジョブが欲しいっすね。すっぴんとウィザードしかないからな。上に宝箱があるんで、こいつを取りに行きましょう。
万能薬。あとあんまりステータス以上になってないから全然使ってないですね、こういうやつは。んー、下に宝箱がありそうな感じがするけど、外した。相変わらずミスが多いな。おお、2回ミスってるよ。あれ、何にもない、怒ってない。この右下の方も、うん、どうしよう、ちょっと戻りましょう。時間のロスになるけど、さあこっちに宝箱あるか。うん、なんか怒ってるだけだな。おお、300円。お金は大事だからな。一応あれも宝箱にカウントされるんだ、光ってるやつも。レベルアップ。とりあえず普通にやっていけば推奨レベルにはなるかな。今7レベルだから、5から9ってでもそこそこの幅ですよね。先制攻撃。結局あのドラゴンみたいなやつ一回も攻撃したことないな。上がメインになってるんで左に行って、エーテル、これで全回収しましたね。宝箱残りゼロ。これで心置きなく、この先は危険だぜとか言ってきそう。ほら行ってきたよ。一回テントで休みましょう。よし、できた。あ、俺の家に代々伝わる魔法の手、組み立て式で持ち運びも簡単。魔法がかかっていて、モンスターは入ってこれない。周りを布で囲っただけなのに、全く寒くないのね。そうだよ。冷暖房完備で、欲しいこのテント。どこでも快適に。まるでこ、さて、今ならこの高枝切りばさみが2本もついて、超高いんだけど。お値段据え置き、100万ピークです。高いよ。ねえ、ユウ。このテントの中ならもちろんだよ。布団さえ敷けばそこが私こんと。ねえねえユウ、星キャンプファイヤーは中でや、高枝切りばさみは何に。それにしてもマグノリアはも、え、そう仲間と一緒に寝食を共にして戦う、この冒険はこれからき、でも楽しいこともきっと。いそうだね。さ、そうだね。おやすみなさい。だからこいつらはそのままの服装で寝るのか。よし、じゃあセーブしていきますか。その前に敵が出てるし、これリピート解除しとかないとボス戦になった時に永遠に攻撃し続ける羽目になるからな。お、レベル上がった。ユウ、マグノリア、グッグレイビー、待てい、ダックス、ルカウト、ユウ。そっちのでかいのも。さよう。空風林。我が名は空風林。
good gravy. この前は油断したけど、で、そっちはまた。まあいいよ。あやめ様、素晴らしい。それって、そんな。くぅ、それは秘密のはずでし。せっかく敵に強く。おう、あやめ様を褒めたたえたいばかりに。なんだかおかしな。前も苦労したのに、今度は二人に増えるなんて。いや、あんまり苦労しなかったけどね。大丈夫よ、こっちはシャイ。数で勝るがゆえに勝っならば。うわ、武器がどっさり出てきた。この千の武器の前に。来ますよ。我はチャリオットのアスタリスク所持者、蹂躙のチャリオット、空風林。あやめ様の魔力でよみがえりし、いにしえの戦士なり。私はクノミコのあやめ、ウィザードのアスタリスク所持。元所持者。我らの魔力と武力、二つが揃えばまさに無敵。さよう。我ら主従の力を合わせ、お前たちを撃つ。おお、リピートは解除されてるか。危ない危ない。どうしようかな。とりあえずこれ調べられんの。調べてみよう。就職か。一つずつ試していきましょう。炎、就職しない。スピン技調べる。早すぎる。お、調べられる普通に。あー、こいつ、お、弱点雷だし。あー、で、物理攻撃を受けると魔法で反撃。ライトニングこいつはじゃあ、あやめを攻撃しましょう。あやめの方が攻撃力じゃなくてヒットポイントが低いん。三刀流。わあ、アイシクルが結構食らうな。こいつも強い。やはりあの姿、普通じゃないもんね。人を化け物のように貶めるか。え、人なのこいつ。どう見ても馬、人馬。これは我が愛馬セングレン、あやめ様の魔力で蘇る際に。あ、そうなんだ。ごめん。人馬一体は我が最大の誇り。どうして。クーモ、黙ってた。うわ。少し回復に走るか。ポーション一個ずつ使っていきましょう。いってー、やばい。これはやばい。アイテム、ポーション、おお、死ねー。危ねえ。ライトニングで攻めていくか。なんかこのままだと先に馬のやつが倒せそうな気がするけど、まあいいや。え、反撃食らったんだけど。やばい、マグノリアがやばい。ちょっと早めの回復を心がけよう。あー、やばい、死ぬ。うわー、ダーツってなんだ。いってー。いやー、ポーション全部1個も買ってないのに20個以上あるし。危ない。危ない。
常に回復しとかないと死ぬな。半分こしよう、半分こポーション味方全体 OK。 うわー意外に苦戦する。こいつはちょっと攻撃しとこう。ダーツじゃなくてニードルで、意外に半分こが役立つっていうことが分かったんで半分こしていこう。くらえ、やばい、就職区使うと GP 減る。一旦動けないエリアが攻撃できるな。うわー、自分で回復させよう。しぶとい。あとヒットポイントどんくらいだ。おっとっとっと、だいぶ長期戦になってんな。半分こ半分こ、お先に馬が倒したか。最後までをかくなる上は我などより。グフレ、あなた以上の十、あなたたち本当にこ、おお、怒らせてしまった。でももうそろそろこいつも倒せそうだと思うんだけどな。うわ、物理攻撃受けると魔法で反撃。これちょっとな、めんどくさいよな。魔法全然効かないしな。一旦ポーションで回復させとこう。うわ12か。反撃食らってもいいから攻撃するか。うわめっちゃ食らう。危ねえ。え、死んだの。ダメージ分散。よーし、アスタリスクゲット。チャリオット、シルバーチャリオットですかね。あらゆる武器を使いこなす戦闘の達人。戦いながら武器適性を上げる。三刀流や投げるを取得。なるほどなるほど。力が強い。他はやっぱり魔法系が全然ダメだな。え、でも武器的、ああ戦いながら武器の適性を上げるのか。だから C なんだね。な、強敵だった。マグノリア、ありがとう。きっとこの子は戦力。お、何がずるいのよ。マグノリア、グッドグレイビー。よーし、地図に印。何、地図に印って。本当に倒したって。本当に殺したの。ちょっとジョブをじゃあ変えますか。チャリオット次原始的だな。あ、アビリティリストとか見れる。本進撃、自身の残りヒットポイントが最大ヒットポイントに近いほど強力な一撃を与える。ほうほうほう。おお、いっぱいあるじゃん。ケンケンパって何。ああ、なるほどなるほど。踏ん張る。 75% の確率で1残る。 75% なんだ。
あ、 JP アップいいな、欲しいなこれ。装備品による効果と重複する、いいね。すっぴんモノマネ、なるほど。あ、物理攻撃 20% アップ、すぐ覚えられそう。まずチャリオット三刀流ってすごいよな。頭装備スロットに武器をセットできるようになる。武器を3つまで装備できるようになり、通常攻撃も3回分行えるようになる。頭に装備した武器の物理攻撃力 50% 減退する。頭に武器を装備するってどういうこと。まあいいや、とりあえずチャリオットなかなか面白そうなんでこのまま行きますか。装備品としては、あ、そっか、全部 C か、適正は。どうしようかな、マグノリアはじゃあすっぴんで行きますか、そのまま。じゃあちょっとセーブをして寝てって、50ピーク、まあいいや。はい、それでは空風林を倒してチャリオットを手に入れたところになりますので、じゃあ次回この洞窟を抜けてまた続きをやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。